ワーシントン・ジョージ・スミスは、イギリスの漫画家、挿絵画家、考古学者、植物病理学者、菌類学者である。ロンドンの小ディッチに、役人の息子に生まれた。はじめ、建築を学び、建築家のホレース・ジョーンズの下で働いた。製図工として力をつけ、多くの建築学会のメンバーにもなったが、1861年に仕事を辞め、フリーのイラストレーターとして暮らすことにした。 建築の専門誌、ザ・ビルダーの挿絵画家として働き、その後の20年間に定期的に寄稿した。植物や園芸に興味を持ち、植物画家としての名声を得るようになった。ジョセフ・パクストンらが創刊した入りの園芸雑誌、ガーデナーズ・クロニクルに挿絵を描き、1869年に主任挿絵画家になり、その職を40年間続けた。 ジャーナル・オブ・ホーティカル・チャーシア、や他の観光物の挿絵も描いた。1880年には有名な植物学者、植物画家のオルター・フィッチと共著で、イラストレーションズ・オブ・ザ・ブリティッシュ・フローラ、ドローンバイ WH フィッチ &WG スミスを出版した。スミスは、キノコの専門家として知られるようになり、菌類の収集、研究及びキノコの博物画を描いた。 菌類に関する多くの記事や論文を執筆し、著書も出版した。1867年に有毒なキノコと食用キノコを多色で布に印刷したポスター形式で描き、小冊子と共に出版した。1870年にクラビスアグリキノーラムを出版し、1879年に一般向けのキノコの本を出版した。菌類学者のスティーブンソンの著書、 ハイムナマイシッツブリタニスイの絵を描き、マイルズ・ジョセフ・バークリーの著書、アウトラインズ・オブ・ブリティッシュ・ファンガー・ラジーのホイも言った。1875年に、スミスは、ジャガイモ危機を起こした疫病菌について、論文を発表し、王立園芸協会から賞を受け、植物病理学者としても認められ、政府の植物薬病対策の委員会の委員に任命され、 1884年にはこの分野の著作を発表した。ロンドン自然史博物館のキノコ類の展示に関わり、1898年に案内文を書き、1908年に自然史博物館所有のイギリスのキノコの絵を描いた著作ディスクリプティブカタログを執筆した。イギリスで初めてキノコ狩りを指導した菌類学者で、1868年にウッドホープ、 ナチュラリストクラブの野外活動に専門家として招かれた。その後24年間この行事は続けられた。スミスはこの行事をいろいろな雑誌に漫画入りで紹介した。クラブの名誉会員に選ばれ、彼の描いたキノコが刻まれた食器が贈られた。1896年にイギリス菌類学会の創立メンバーとなり、1904年に会長に選ばれた。 ロンドンディンネ協会のフェローにも選ばれた。金類学者としての評価は、同時代の学者の研究が進むにつれて低下し、植物病理学に関する著作も無視され、スミスの著作はアメリカ合衆国の金類学者、ロイドラからは酷評された。多くのスミスの記載した金類の学名は、新種とは認められず、シノニムとなった。スミスの収集した標本は、 キューガーデンの菌類部門に保管されている。アガリクスワーズントン EFR、クリトプイラススミシー・マッセイ、ギストラムスミシー・ロイドなどの菌類の学名に懸命されている。戦士時代の考古学にも興味を持ち、いくつかの発見も行った。WGSM は植物の学名で命名者を示す場合に、ワーシントン・ジョージ・スミスを示すのに使われる。ありがとうございます。